30代以下の女性が選ぶ、バラエティセンスがあると思う、スノーマンのメンバー、ランキング2位は、佐久間大介、1位は、ネトラボ調査隊では、アンケートサイト、ボイスノート、協力のもと、全国の30代以下の女性を対象に、バラエティセンスがあると思う、スノーマンのメンバーは、というテーマでアンケートを実施しました。幅広い世代から人気を集め、バラエティ番組でも活躍するアイドルグループ、スノーマン。比較的若い世代の女性から、バラエティセンスがある、と思われているのは、どのメンバーだったのでしょうか。早速結果を見ていきましょう。黒丸第2位、佐久間大介。第2位は佐久間大介さんです。得票率は 18.5% でした。切り込み隊長、とも言われるスノーマンのムードメーカーでもあります。TBS の朝の情報番組、ラビットでは、同じメンバーの宮舘涼太さんと交代で毎週火曜日にレギュラー出演中。アニオタの一面も覗かせながら、明るいキャラクターでお茶の間に笑顔を届けています。黒丸第1位、向井康二。第1位は向井康二さんでした。得票率は 25.9% と、全体の4分の1以上の支持を集めています。素直でお調子者の弟タイプという向井さんは、2012年には早くも NHK のバラエティ番組、アホやねん、好きやねんのレギュラーに抜擢されました。現在は、芸能人が本気で考えた、ドッキリ GP や、アイアム、冒険少年といったテレビ番組にレギュラー出演中。前者では、ドッキリクリエイターとしてドッキリ企画にも挑んでいます。